リチャード・エリオットは、イギリス、スコットランドのグラスゴー生まれのサックスプレイヤー。アルティザン・ミュージック・グループの設立者の一人。初期は、ファンクバンドのタワー・オブ・パワーのメンバーとして名を挙げ、近年は、スムーズ・ジャズ、フュージョンで活躍。縞模様のテナー・サックスがトレードマークとなっている。1960年、グラスゴーに生まれ、3歳の時にアメリカ・ロサンゼルスへ移住した。 中学時代にサックスを学び始め、16歳でプロの道を歩み始めた。このきっかけとなったのは1976年はアメリカ建国200周年であり、その記念に全米より集められたメンバーでバンドを組みツアーをし、その際に来日公演を行っている。その後、ジャズロックユニットであるキティホークやイエロージャケッツに参加。 1982年にタワー・オブ・パワーに加入し、1988年まで所属する。TOP に在籍中の1984年にデビューアルバムを発表。1980年代にフロリダ州のメキシコ湾岸沿いに移り住む。その後もインティマレコードやマンハッタンレコードよりコンスタントにアルバムを発表。1994年にブルーノートの コンテンポラリー部門に移籍する。1997年発表のジャンピンオフのみメトロブルーからだがブルーノートと同じキャピトルレコード系列のレーベルである。2001年にはスムーズジャズの名門 GRP レコードに移り2枚のアルバムを残す。2004年にトランペッターのリック・ブラウンとアルジザン・ミュージックグループを共同設立。 この事故レーベルより2005年にソロアルバムメトロブルーを発表2007年にはブラウンとの共作 RNR を発表2008年10月にアルチザンはマックアベニューレコードに買収されアーティストリーミュージックと改名する2013年にはデイブ・コーズ、ジェラルド・アルブライト、ミンデー・ベアとの共作サマー・ホーンズを発表マックアベニューレコーズ・アクワイアーズ・アーティゼン ミュージックグループ、ありがとうございます。